開業翌日の駅ホーム駅舎と駅の高架線をくぐる、兵庫県道82号対角西宮線。当駅は、県道の拡幅工事の付帯事業として設置された駅である。桜宿川駅ホーム桜宿川駅は、兵庫県西宮市神楽町にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA53。 JR 神戸線の愛称区間に含まれている。駅名は、駅西方、約200メートルのところを流れる宿川の河川敷に、ある宿川公園に桜が多く植えられ、ここでの花見が例年名物になっていることに由来している。駅の自動改札機は桜をイメージした愛称となっている。当駅は、地元の自治体などから働きかけて、設置となる西岸駅ではなく、 鉄道事業者である JR 西日本の主導により設置が決められており、また設置に至った経緯には特殊な事情がある。当駅の真下を通る県道大沢西宮線では、かねてから片側1車線を2車線に拡幅する工事が行われており、駅新設工事は県道拡幅工事の付帯事業とみなされるため、国から補助金が出ることになっている。このため、地元自治体である 西宮市にとっては多大な費用負担の必要がないことから JR 西日本が単独で新駅設置の方針を固めた後、地元自治体の西宮市側に新駅設置を働きかけ、設置が決まった。駅名が桜宿側に決まる前には、近隣にある大学の学識者からは、恵比寿偶装本社の西宮神社が近くにあることから、恵比寿前という候補が挙げられた。 実際に東海ビスや初詣では乗降客が多い。福福線の内側線のみに8両編成対応の島式ホーム1面2線が設置されている高架駅である。改札口は南側に1箇所設置されている。ホームにはエレベーターと上りエスカレーターが設置されている。駅設置に際して12両編成分のホーム用地が確保されているが、 実際に設置されているホームは8両編成分である。駅舎のデザインについては、自然の潤いを感じられる駅を基本コンセプトとし、宿川の流れを波状の屋根で宿川公園の桜を駅舎の壁のイメージカラーとすることで表現していると説明されている。駅業務は JR 西日本交通サービスに委託されており、芦屋駅が当駅を管理しているが、 始発から6時までの間のみ無人となるため、自動券売機で発見される乗車券には、委託、無人駅を示すムーマークが印字される。アーバンネットワークエリアに所属しており、アイコカ及び定型 IC カードの利用が可能である。かつては改札外に、キオスクが設置されていたが、2015年5月24日を、もって閉店した。その後、 キオスクがあった場所には三井住友銀行の ATM が設置され、2017年2月16日から営業を開始した。2007年3月18日の開業当初から喫煙コーナーを設置しておらず、終日全面禁煙である。2007年3月18日の開業時から2010年3月1日までは、小袋の桜のサビの部分をアレンジしたインストルメンタルが、 列車接近時のメロディとして導入されていたが、駅の認知度向上という目的を達成したとして、3月2日から JR 神戸線標準接近メロディのさざナみに変更され、さらに2015年3月12日には、他の JR 神戸線の駅と同様にさざナみの音質見直し版に再び変更された。終了時期について、 JR 西日本は当初は2008年度中で終了する予定だったものを観光キャンペーンの関係で1年に延長したとしているが年間数百万円と言われる著作権料の支払いが影響したとの報道もなされた日中時間帯は1時間に8本が停車する朝ラッシュ時の時間帯は本数が多くなる兵庫県統計所と西宮市統計所によると 2019年度の1日平均乗車人員は8373人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。当駅周辺の鉄道駅の位置関係。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。当駅が開業した2007年3月18日から、 阪急バスと阪神バスの JR 桜宿川バス停が設置されている。場所は北港が JR の高架下だが、南港は大沢西宮線を数十メートル北に進んだところにある。ありがとうございます。